どうも、ワニです。今回は今話題になっている千葉で見つかった外来ゴキブリについてのお話です。千葉県船橋市で南米原産のアルゼンチン森ゴキブリが発見されたというニュースが発表されたことで話題になりました。爬虫類業界とかでは通称デュビアと呼ばれるこいつらのことですね。ニュースではこのゴキブリはペットとして飼われている爬虫類や魚の生き餌として大量に輸入されており、一部が野外に放されたとみられる。現時点で生態系の影響は不明だが、繁殖が容易なため在来種を駆逐したり人間にとって新たな害虫となったりする恐れもあるというふうに言われてます。ちょっとね、これ大事なんで覚えておいてほしいんですけども、野外で発見されたとは書いてあるんですけども、野外で定着してるとか野外で繁殖してるという情報ではないんですよね。まあ確かにね、現に爬虫類をね、たくさん飼育してる俺も、もう数百匹単位のアルゼンチン森ゴキブリを飼育して自分の家で繁殖もさせてます。こいつらが重宝される理由は、まあそれなりに大きさがありますし、繁殖がしやすいっていうこともあるんですけども、まあ、ゴキブリって言っても日本のゴキブリとは結構いろいろ違って、まあこんな感じでね、動きも遅いですし、プラケースみたいなね、ツルツルした面は登ることができないんですよね、こういうところね。で、オスの成虫はこうやって羽もあるんですけども、まあ、飛ぶっていうことができなくて、できるのはせいぜい滑空ぐらいなんですよね。だからしっかりと管理すれば、逃がさずに飼育していくことも難しくない種類のゴキブリなんですよね。このニュースよく読むと、発表されたのは2月1日なんですけども、文章には1日までにと書かれていて、撮影された写真っていうのも2018年の4月って書いてあるんですよね。もう今までこのジュビアをね、何年も何百匹も飼育してきた感じ、南米原産のゴキブリなんで、まあ寒さに弱くて、春や夏だったら屋外でも活動できると思うんですけども、日本の冬の寒さだったら、まあ、しばらくは生き残ることができると思うんですけども、もうほとんど活動できなくなります。まあ、そしたら当然ね、餌とかも食べれなくなると思うんで、そのうち死んでしまうと思います。あとまあ基本的にね、20度以下では繁殖しないとも言われてるんで、日本の寒い時期には繁殖できずに多分そのまま屋外で死んでしまうと思うんですよね。とはいえ、なんか地熱のある温泉地だったりとかね、排熱のある工場地帯とか何かしらの影響で暖かくなってる場所では冬場でも生き延びる可能性はないとは言い切れないです。なんで我々ゴキブリ飼育者はもう故意に屋外に放すなんてのはもってのほかですし、故意でなくても決して屋外に逃げないように厳重に管理しなければなりません。現時点での生態系への影響は不明とは言われてますし、まあ、肉食傾向の強い生き物でもないですし、そんなね性格がね攻撃的な生き物でもないんで、在来の虫とかを食べてしまうってことはまずないと思うんですけど、まあ、植物とかね農作物はその限りではありませんし、外来種の生態系への影響は捕食によるものだけじゃなくて、まあ、似たようなポジションにいる生き物の餌や住処を奪い合ってしまう競合だとか、まあ、海外の生き物しか持ってなかったような病気を蔓延させてしまうとかね、そういった様々な弊害があります。で、今後ね、日本の生態系へ著しく悪影響を及ぼすということが判明すれば、まあ、特定外来生物に指定されてしまって、今後飼育することができなくなってしまうかもしれません。そうなれば、爬虫類とか熱帯魚業界は大打撃ですよね。飼育者としてはこんな便利な餌が使えなくなってしまうのは困りますし、ショップとか養殖業者の方は本当に食いっぱぐれちゃいますからね。そんなことにならないように、我々ゴキブリ飼育者、てかもう生き物を飼育している人すべてはね、高い意識を持って生き物をね、決して外に逃がさないというふうに飼育していかなければなりません。俺自身もね、このデュビアのケージのメンテナンスを自分の部屋でやった動画を出した時に、汚くなるし臭くなるから外でやればいいのにみたいなコメントが結構あったんですよ。俺はね、わざと屋内でやってるんですよね。外でメンテナンスしてね、ふとした拍子にひょいっと一匹どっか行っちゃってそのまま見失ってしまっては困るんで、絶対に外に脱走させないように部屋が臭くなっても汚くなっても絶対に室内で行ってます。で、部屋の中で脱走されても捕まえることができるように、もう家中にね、何十個とゴキブリホイホイを常に仕掛けてます。で、結構ニュースのコメントの方とか見てみると、生態系の攪乱を防ぐために在来の生き物を餌にしてみてはどうですかみたいな声とかもあったんですけども、生態系っていうのはね、単にその種類の生き物が生き残ってればいいっていうわけじゃなくて、その生き物の持つ遺伝子まで保護する必要があるんですよね。人間の手によって繁殖された生き物は野生で生息する生き物たちと遺伝子が異なってくるんで、在来種を繁殖させて餌としていても結局その生き物が逃げてしまえば遺伝子レベルで生態系を乱すことにはなるんで、結局生態系を乱してしまうということには変わりないんですよね。外来種が引き起こす弊害については以前ね、動画でまとめてるんで、そちらの方も見てみてください。というわけで今回のニュースを受けてね、このアルゼンチン森ゴキブリの飼育者の一人として意見を述べさせてもらったんですけども、まあ、基本的にね、暖かいところの生き物なんで、冬がある日本でね、爆発的に増えてすぐにね、生態系に大きな悪影響を及ぼしてしまうということはないとは思うんですけども、暖かい場所だったら増える可能性もあるし、今後地球温暖化とかでね、どんどん暖かくなっていってこいつらがね、定着してしまうということもあるかもしれません。というわけでね、あのニュースを見て、いやこいつらマジやばいじゃん、早く帰省しろって思うのも違うし、逆にもう日本じゃ絶対増えないからお前ら大げさに言い過ぎだよって思うのも違うんですよね。今回のニュースに限ったことじゃないんですけども、こうやってね、何かが大きく話題になった時にね、一部の情報だけを見てなんか思い込むんじゃなくて、いろいろとね、調べてしっかりと考えて判断してほしいなと思います。とりあえず飼ってる生き物は外に放つなという動画でございました。
という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。